皆さんこんにちは、ブティック社です。今回は玉留めの作り方をご紹介します。手縫いが終わった後に縫った糸が布地から抜けないよう糸の端を結んで留めます。これが玉留めです。ゆっくり丁寧にご紹介しますので、ぜひやってみてください。縫い終わった後の糸が出ている根元のところに針を置きます。この時に糸が出ているところがちょうど針の真ん中あたりに重なるように置きましょう。針を持っていない方の手の親指で針の少し下側を押さえて布地を持ち直します。針を押さえている方とは反対の手で布地から出ている糸を 2,3 回針に巻きつけていきます。巻きつけ終わったら糸を緩めないように注意しながら糸を根元まで引き締めます。針を押さえている親指を少しずらしながら糸がたまった根元のポイントを押さえ直します。糸を巻いた手を離します。離した手の親指の腹で針を押し上げ、上から針を引き抜きます。そのまま糸を引き切ってからしっかり糸が止まるのを確認し、押さえている親指を離すと玉留めができます。糸を引き切る前に親指を離すと作った玉留めが緩んでしまうので注意しましょう。それではもう一度やっていきます。2本取りの糸でも同じように玉留めができます。今回は玉留めの作り方をご紹介しました。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。これからもブティック社の動画では手作りに役立つ作り方や縫い方などを解説していきますので、お楽しみに。